今回なんですけど、コーチの、1年目とか2年目とか、何をしていいのかなっていうのがわからないっていうような、コーチがきっといると思います。小学生とか幼稚園とか、そういう子供たちを教えるっていうのがイメージと結構違ったなとか、あ、どっから教えればいいんだろうみたいな、そういうのが多分わからないと思いますので、僕もね、一応これ十何年やってきて、だいぶコツをつかめてきてるんじゃないかなと思いますし、いろんなショート動画を上げてて、あ、このチームすごい基礎ができてるなみたいなことをよく言われるから、そこをどういう練習をまず最初にやったのかっていうのを紹介していきたいと思います。まずは3つの、練習、ざっくり分けてドリブル練習、リフティング練習、そしてパスの練習です。じゃあまずはドリブルの練習から、説明していきます。まあドリブルの練習まず説明する前に、子供たちがまずコーチの方にしっかり向いていることをまずは、そっちをまず重点を置きましょう。コーチの方をしっかり向いてるかどうか、全然違うところを向いてたりとか、全然話を聞いてないとか、コーチに、まあ、話し方に魅力がないとか、そういうのだったら多分コーチの話聞かないと思うから、まずはグッとこう引きつけるような何かがないといけないです。そして、まず目で聞いて、ね、耳で入れて、そして頭にしっかり入れること、そして行動は早く、返事はしっかりとか、まあ、そういう当たり前のことをしっかりやりましょう。ではドリブル練習スタートしていきたいと思います。まあ、まずドリブル練習といっても、どういう練習をすればいいかなっていうところで、僕が思うに、練習は多分限られてると思いますので、時間が、1時間とか2時間とか1時間半とか、まあ、そのぐらいだと思います。まあ、その中で、まず効率よく練習を行うことが、第一だと思います。で、まあ効率よくっていうのはどういうことかっていうと、一回やるのにボールを触るのに待ち時間がすっごく長いとか、まああとコーチの説明が、とんでもなく長いとか、そういうのは、はっきり言っていらないから、なるべくバン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 、できるようにする。で、どんどんこうなんて言うんだろう、子供たちがこの練習メニューを覚えていくようにすることが大事なんじゃないかなと思います。で、まあ練習のドリブルの練習、皆さんからしたら何個、パターンがあるのかなと、何通り引き出しがあるのかなっていうふうにちょっと考えてもらって、で、例えばじゃあいつも5個の練習をやってますよっていう方もいると思います。で、こういうドリブルの練習がしたいなっていうふうに思った時にこう引き出しを、ね、出して、それをやるっていうふうになると思いますが、僕もね、このショート動画、まあ、その前も YouTube の、動画を毎日投稿して、で2年間ぐらい毎日投稿してるんですが、もう引き出し、ドリブルの引き出しが多分100を超えてるんじゃないかなと思います。で、ドリブルの引き出しがじゃあ100を超えてくると、その中から5個選んだりとか、その中から20個選んだりとか、そういう風に、できると思います。やっぱりいろんなタイプのドリブルの、ボールのタッチを、子供たちは覚えることによって、やっぱりいろんなね、サッカーの試合の状況でボールタッチって変わってくるから、そこでやっぱり、いろんなボールタッチを練習していること、まあ同じようなことを毎回やってること、引き出しが変わってくるかなと思いますので、まずはコーチが勉強して、ドリブルのね、勉強して、で、100個まで引き出しを作る。で、まあもし それがちょっと例えばお金かけるのが難しいなとか、まあ僕に関してはもう DVD、サッカーの指導の DVD っていうのをもう死ぬほど買って、もう50本か100本ぐらい多分買って、その中で毎回こうメモして、ちょっと自分で練習して、でそれを、まあ、YouTube に出したりみんなに教えたりっていう風にして、この2年間やってきたので、まあそもそもの引き出しもありましたが、まあそれプラスで、だいぶドリブルの引き出しは増えてきました。
で、僕の動画のショート動画だったりを、まあ、見てもらえれば、だいぶね、あると思いますので、ちょっと、まあ、真面目な動画になりますけど、まあ、ドリブル動画とか、ボルタッチ動画みたいな、そういうのを、ちらっと見てもらって、そこから吸収して、真似して、やってみるのもいいんじゃないかなと思います。もう最近ではね、スマホで、動画が見れるから、もう僕なんかも、あのドリブルの練習なんだったっけな、つって、自分の TikTok 見て、あ、そうだ、これだ、これだ、つって、ドリブルを教えたりとかもしてるので、まあ、そういう風に、メモを取るのが、面倒であれば、もうスマホを見ながらでも、全然教えれると思いますので、最初はそういう風にやっていただければな、と思います。あと、まあ、ドリブルっていうのは、ほんと積み重ねになるので、一回やったら習得ってわけじゃなくて、もう何回も何回もやることで習得すると思いますので、まあ、一日にずっとそんな練習すると飽きちゃうから、まあ、毎日一回とか、五回とか、そういう風に毎回この練習をするよ。じゃあ次、今日は、この間やった練習プラスちょっと違うの3個ぐらいやるよとか、そういう風にだんだん増やしていくと絶対に上手くなります。そういう練習を、まあ、しているかどうかで変わってくると思います。はい、次に、リフティングの練習を、していきます。まあ、リフティングの練習は、特にだけど、最初、0から、10回まで行くのが、すごく大変だと思います。で、皆さんも、なんとなく、経験してるんじゃないかなと思うけど、10回超えていくと、100回まではすごく早いです。なので成長曲線的にはグイーンとこう上がっていくような曲線になっているので、まあこの0から10をまずは教えていければなと思います。で、まずはこう連続でリフティングができないと思うから、手でボール持って、でインステップに当ててキャッチ、もうそれだけでいいです。で、それがキャッチが落とさないでこうできるようになったら、20回連続でこう手で取って、インステップで蹴ってキャッチで、またインステップで蹴ってキャッチ、これを20回連続でやる。そしたら次はワンバウンドで20回やる。でワンバウンドリフティングを20回連続でできるようにする。で大体ここまでできるようになったら、次ノーバウンドリフティングが連続でできるようにだいたいなってきます。2回とか3回とか、そのぐらいだったらノーバンのリフティングが、きっとできるようになってくるレベルになるので、その次はノーバンっていう風になります。でこの辺も手で、投げて蹴ってキャッチとかワンバンとかのリフティングも僕の通常動画の方に かなり過去を漁れば載ってますので、そちらを参考にしていただけたらなと思います。そして、普通のリフティングになってきます。でリフティングに関してはもう教えるコツっていうのがあって、まあ正直あんまりできてなくてももうのめり込んで集中していたら、もうその子には何て言うんだろう、技術的なことを教えるっていうよりも、おいいねとか、お頑張って一生懸命やってるね、何回できるようになったのとか、そんなにできるようになったの、すごいねとか、じゃあ次は、ね、4回できるようになったら、じゃあ次5回だねとか言ってあげるぐらいで本当によくって、本当に形が最初は悪くても何回も練習してれば逆に良くなってくるかなっていう風な。で本当フォームに関してはもうみんなに毎回こういう風にやるんだよ、ここ足は伸ばすんだよとか、膝が曲がってちゃできないよとか、そういうのは言ってあげれば擦り込みになるんで、だいぶ覚えてくるんじゃないかなと思いますので、そこは毎回教えてあげてください。ただもう一回一回一人一人に細かくこうだよああだよって言ってると嫌になっちゃう子もいますので、それは相手の顔を見ながら、あここを教える時だな、いやここはちょっと流してあげてちょっと自由にやらせてあげようとか、結構一生懸命やってる子にちゃちゃ入れると逆にやる気なくなっちゃうこともありますので、そこは顔色を見て教えてあげたらなと思います。あとは子供は競争競うことがすごく好きです。特にサッカー習いに来てるような子に関してはね、どっちが勝ったとかどっちが負けたとか、そういうのを、まあ喜んだり悔しがったり、します。
そういう時に子供はパワーを発揮するんじゃないかなと僕は思っています。で、どういう風にリフティングで競わせるかって言ったら、だいたい同じぐらいの進行の、子を、見つけてあげること、つまりライバルを見つけてあげることがすごい大事なんじゃないかなと思います。で、僕は基本的に最高記録出たらコーチのところに報告しに来てねって言って、で例えばじゃあ、すごいキラキラした顔でコーチ10回できましたっていう風に言ってくる子がいます。でおーすごいね、おー何々くん10回できたってよって言うと、周りがざわざわっつって負けたくないなっていう風な顔をして、なんか一生懸命やるようになります、ね、何々くんが10回できたよって言った後ちょっと周りの動きが変わります。あいつに負けたくないなとか思ったり、ね、10回か、じゃあ俺は11回行こうとか、なんかそういう風に思ったりします子供は。でじゃあ仮にさっきの子が A 君が10回できたとして、で B 君がコーチ11回できるようになりましたっていう風になった時に、おー11回か、おーじゃあ A 君と B 君10回と11回だから近いから、じゃあ君たち次先に12回出た方の勝ちだよって言って、そういう風にちょっとお互いこうライバル視させる。そうするともうどっちが先に、もう僕が先だぞっていう、いや俺が先に12回出すんだっていう風な気持ちにすごいスイッチが入ります。でそういうのを探してあげると、一気にその次 A 君がコーチ12回できましたっつって、で B 君がすぐいや14回できました、じゃあ次15回だなみたいな、だん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 記録が伸びてって、これほんと1時間ぐらい続けるととんでもなく記録が伸びます。結構コツは何ですかとか言うけど、僕はこの集団でリフティングを教えてるからこそ、この子供たちの心理っていうか、競いたいっていうか勝ちたいっていうか、そういうところのちょっとあれをくすぐってあげて、やるっていうことが大事なんじゃないかなと思いますので、ちょっとコーチはね真似して、言っていただけたらな。ただあんまりマイナスな言葉で言うとダメですね。なんて言うんだろう、例えば、じゃあ3回とか2回、おい最下位争いだなとか、よしじゃあどっちがビリかなとか、そういうんじゃなくて、3回でも2回でもじゃあちょっと次はどっちが4回出せるかなとか、さあ4回出せた方が今日のチャンピオンかなとか、なんかプラスに言葉を変換することが指導者はしなきゃいけないんじゃないかなって僕は思ってて、マイナスな言葉ですぐ脳みそパッて思いついた言葉をこう言うんじゃなくて、一回変換してな、頭の中で、まあ、子供たちが聞いてもやる気になるようなプラスな言葉に変換してやってあげることが大事なんじゃないかなと思います。まあ同じ学年でも400回できる子もいるし、まあうちのチームでも2年生で400回できる子もいるし、だけど10回できない子もいるし、そういう子に対してまあバカにするような発言をするんじゃなくて、一人一人一生懸命頑張ってるそこの場所をまあ褒めてあげたり、することが大事。うまい子と下手な子を比べるんじゃなくて、その子の昨日の状態より今日の状態がそこを比較してあげることが大事なんじゃないかなと思います。僕はそういう目で常に見てます。なので、リフティングに関しては今みたいに教えていただければ絶対に伸びます。もう間違いなく。これをみんながやってない、コーチたちがやってないからリフティングの練習がダラダラしてるっていう風に言ってて、うちはもうリフティングの練習ダラダラしてる人はほぼいないっす。だからリフティングがだいぶ上手くなってんのかなって思います。でこれインステップがもうできるようになってきたら、次ちょんちょんリフティングだったり片足ちょんちょんだったり、インサイド、アウトサイド、ヘディング、インアウトとか、まあ、そういうのに関してももうほぼ同じやり方で僕は全部やってます。じゃあインサイドやるよって言って、用意ドン、はい20回できました、22回できました、はいじゃあ君たちどっちが先に30回いけるか勝負っつって、もうそういう風にもうずっと口を動かしてます。もうずっと口を動かして、君何回できたとか、誰も最高記録言わなかったら、あんまり喋らないような子にまず聞きに行って、君今日何回できた、15回です、お15回か、あじゃあさっき、B 君は16回って言ってたから、じゃあその B 君とちょっと勝負してね、次20回できた方の勝ちにしようよっつって、でそしたら無口な、子だって、なんて言うんだろう、
もうコツ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 やってコーチ20回できましたで、ね、ちっちゃい声かもしれないけど言いに来るっていう風なことがあると思いますので、そういう風に、まあ指導者は常に口を動かす、うん、足と口を動かす、ね、座って待ってるだけじゃダメ、手を後ろに組んで何も言わないんじゃ子供たちは上手くなりませんからね。コーチって名乗れないですよ、それじゃ。だからもうみんなはもう言って言って言いまくる。だその代わりプラスな言葉で全部言って、もらえたら間違いないと思いますね。まあ、マイナスな言葉で言ってるようじゃ子供たちのやる気を削いでるだけなので意味ないですね。次に、パスの練習を説明していきます。でパスの練習は僕がナショナルトレセン の DVD っていうのがあるんですけど、僕が指導者始めた時に一番最初に買った DVD がそのナショナルトレセン2000何年みたいなので、それの DVD を購入してすごく参考にはなったんですが、最初にやった練習がパスの練習でスクエアパスだったんだけど、まあ距離的に言ったらまあ15メートルか20メートルもいかないぐらいのパスの要はスクエア四角ですね、のパスでした。でああすごいなー、もう動き出しもうまいしぴったりそこにパスがいってね、やってる練習の場所も天然芝のグラウンドでイレギュラーも起きずにすごくいい練習だなと思って自分の子たちに最初やらしたらもう悲惨な状態になって、やっぱり止める蹴るができない状態でその距離のスクエアパスっていうのはもう要はパスミス、トラップミスの連続でだいたいスクエアにまあ、8人ぐらい並んでいるとしたら1人がパスミスしたらもう自分に回ってくるまでに下手したら30秒か1分ぐらいかかってしまうっていう時もあります。まあ、上手ければね10秒に1回とか回ってくるんだろうけど、まずはそういう人数を何て言うんだろう待たないようなパスの練習を、低学年からこうまあ中学年ぐらいまではやってあげるとまず皆さんが求めてる止める蹴るができるっていうことができるんじゃないかなと思います。で僕が推奨してるのが2人組の、パスの練習です。で2人組でよくパスパス対面パスっていうのがよくやると思うんだけど、あれ大体その場で足を動かしてねとか言って、はい、じゃあいいところに止めてそして出すっていうようなそういう練習も大事だと思うんですが、まあそれはちょっとまあそれも大事なんだけど、まあちょっと試合で使えるかって言ったらまあ使える場面とあれちょっとこういう場面でトラップってあんまなくねっていう真正面から来て真正面に返すってあんまなくねみたいなそういうことにまあ気づき、ちょっと違う練習を考えついて、まあ要は動きの中の、パスだったりトラップだったり、っていうのをちょっとやってます。でもこれは僕の練習の Z とかプリンとかあとポッキーとか、まあ、僕が勝手に名付けた名前なんですが、ああやって動きながらダイレクトでちょんちょんちょんってこう、斜めにパス出したり、落としたりとかそういう、練習をもう自動的にガン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 2人組なんで休みなくずっとやらすことが結構僕は上手くなるポイントなんじゃないかなと。ここ1、2ヶ月もうその練習をかなりやることでパス成功率っていうかパスミスがなくなってだいぶ上がってきたんじゃないかなっていうところがありますので、ちょっとそこは僕の動画をちょっと参考にしてもらってやってもらえたらなっていう風なところがありますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日は、3つの、練習、ドリブルとリフティングとパスの練習をちょっと教えていきましたが、まあこれ新米コーチ1年目2年目のコーチにっていう風に言いましたが、これはもうあれですね、毎回1回戦負けのチームだったり、ちょっとどうやったら勝てるようになるんだろうとか、あのチーム、いつも強いんだけどどうやったらね、ああいうチームみたいになれるのかなみたいな、そういう風になんかずっと悩んでる、コーチだったりそういうチーム
に関しては今みたいな練習をイメージしてもらって、やったらだいぶ変わってくるんじゃないかなと思います。で、なんかもう走ってばっかだなみたいな、体力ないからな、うちは走れねえからなみたいな、そういう風に言ってる人もいると思うんですけど、最初に言ったドリブルだってパスだって効率よくやればずっと走ってますからね。あのうちの練習ずっと走ってて、僕は素走りってほぼやんないんだけど、あの 99% やらないんだけど、うち市内のスポーツ少年団の駅伝大会に出て、でダントツ優勝してて、でうち走りの練習なんて一回もしてないのに、走れるっていうか、それはなんでかなと思ったら、やっぱ練習の中で1時間半基本的にずっと動いてる、ずっと走っているっていうような状態だから、まあ、子供たちも素走りよりボール触りながら走ってた方が飽きないと思うし、体力もつくと思うから、ね、そんなテクニックばっか磨いてもコーチ、フィジカル的に負けちゃいますよみたいなこと言われるかもしれないけど、フィジカルも結構つきますから、どん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 小学校年代のうちはボールをいっぱい触らせる、そして、飽きるとかそういう時間がないようにしてあげて、いい声かけをいっぱいして、いい選手をいっぱい育てていきましょう。で僕、コーチ仲間を欲しいな、コーチ仲間が欲しいなっていう風に前々から思ってまして、でやっぱ僕もやっぱ1年目だったり2年目だったり、最初本当に勝てないチームですごく悩んでたし、どうすればいいのかなって、もう自分なりの常に勉強して、自己流ではありますが、ある程度こう自分の中で、まあ、理論的にこうやったらいいんじゃないのみたいな、だいたいコーチをちらっと見ればあなたこういう風にした方が良くなりますよみたいなのが分かるようになってきたんで、まあ、もしよかったらね、この動画チャンネル登録してもらって、まあ、高評価してもらって、コメントでも僕はこういう悩みがありますと、まあ、そういう風に言っていただければ、次の動画の、まあ、なんて言うんだろう、ネタみたいな感じになるとは思いますので、まあ、何かありましたら、まあ、コメントしてもらって、こういう風なことで悩んでますっていう風な、そしたらまたこうやって僕はちょっとこのすごく忙しいので、ソファーに座って動画を撮るっていうのが今無理な状態で、まあ、移動が僕は長いので、こうやってね車の中で移動しながら喋るっていうことは今のところ苦じゃなくできるんじゃないかなとは思ってますので、もしまあちょっと長い動画になりましたが、この動画最後まで見てくれている方がいましたら、そういう風にコメントとかも残していただけたらなと思います。以上です。ありがとうございました。